インド皇帝の紋章。インド皇帝は、ムガル帝国最後の皇帝バハードゥル・シャー2世と、その後インドを統治したイギリスの君主たちが保持した称号。場合によっては、アショーカ王やマウリヤ朝、アクバル、ムガル帝国などの君主たちも、インド皇帝と呼称する場合があるが、当人たち自身は、このような称号を名乗ったことはない。16世紀以降、ムガル王朝が、インドは大陸の大部分を治めた際も、地理的な呼称を使用せず、単純にパーディシャーという称号を使用した。1857年に起きたインド大反乱の際、セポイはデリーを占領し、バハードゥル・シャー2世をインド皇帝として擁立した。反乱が鎮圧された後に、バハードゥル・シャー2世は捕らえられ、1858年にビルマのラングーンに追放され、ムガル帝国は滅亡した。アラジンに扮したディズレーリが、ビクトリア女王に、イギリスの王冠とインドの皇帝冠を交換するよう、迫る様子を描いた、風刺画。東インド会社が、ムガル皇帝を退位させ、社を解散させた後の1876年5月1日より、ビクトリア女王が、インド女帝に推戴され、翌1877年1月1日に、デリーで行われた、戴冠式典において正式に即位が発表された。この称号はインド亜大陸におけるイギリスの属領並びに保護領が正式に大英帝国へ編入された19年後に制定されたものであり、その領域は現在のインドの大部分やパキスタン、バングラデシュ、ミャンマーなどが含まれている。マンチェスタータウンホールにあるジョージ6世のモニュメントにはインド皇帝を放棄する前の称号が刻まれている。ビクトリア女王の死去に伴い、長男エドワード7世が王位につき、彼の称号はインド皇帝となった。1910年に英国王に即位したジョージ5世は自身の提案により、新たにインド帝冠を作成させ、1911年12月12日にデリーで戴冠式を執り行った。インド皇帝の称号は、1947年8月14日、15日夜にインドとパキスタンがイギリスから独立するまで使用された。ジョージ6世が正式に称号を放棄するのは、1948年6月22日になってからだった。国王、皇帝並びに女王、女帝がインドに関する公文書に自身の名前を署名する際は、自身の名前の後ろに、RI または省略形であるインド、インプと記入した。ちなみに王妃、皇后は R とだけ署名していた。この称号は1948年時点でのイギリスの硬貨にも刻まれている。ジョージ6世はルイス・マウントバッテンとチャクラバルティー、ラージャ・ゴーパーラーチャーリーが総督を務め、インドが共和国になるための準備を行うための2年間、インド王の地位にあった。また、1952年に亡くなるまでの間は、イギリス王とパキスタン王の地位にあった。パキスタンは1956年3月23日に共和制となったことから、エリザベス2世は即位からの4年間、パキスタン女王の地位にあった。ありがとうございます。